そうですね、お遊戯の、まあ、様子をですね、はい、カメラに収めることカメラに収めるとか DVD を入手しましたので、ちょっとその一部始終をですねちょっと紹介したいと思います。
朝鮮の子供たちの敬礼っていうのはすごい特徴がありまして、最初にまず腕を右手方向に上げるわけです。上げてその後に斜めでこういうふうにやってでこう下ろす。だからやるとこういうふうにやる、こういうふうにやるのが北朝鮮式っていうことですね。もう帰ってからちょっとハマっちゃって何回もやってるんですけど、まあ真似しないでください。はい。でですね、ここにですね、自分がちょっと今までちょっと写真ばっかりやったんですけど、そして北朝鮮の人がどういうふうに過ごしているのかをちょっとですね、ガイドに黙ってですねビデオ撮影してしまって、まあ、後でバレてめっちゃ怒られたんですけど、あのちょっと下のちょっとまあ見てください。これはですね、平壌の市内の様子ですね。結構ですね、平壌市民がですね、ちょっとまともな生活を送ってるように見えるんですね。まあ、こうやって、街行く人とかはちょっと普通に、生活してるしみたいな。というのが僕の最初の第一印象でした。都市の風景でですね、まあとりあえずこれが1日目ということで、まあ、2日目に突入でございます。まあ、いきなりコロナが出てきてですね、まあ、どこに向かったかというとですね、南のパンムンジョン、いわゆるあの韓国と、まあ、北朝鮮のちょうど境界線のところ、あそこに行って、あとその、まあ、近くにケソンという都市がありまして、まあ、解除、開く城って書いてですね、世界史やってる人たちは結構分かると思うんですけど、まあ、そういった都市が都市に一本か訪問させていただきましたですね。ピョンヤンから少し聞きます。何もないの、何もないって言っちゃ失礼ですけど、一応田んぼはあるんですけれども、やっぱりほとんど結構荒れ地というか、 なんか何作ってるのか分かんないような、まあ、なんか田んぼでもない畑でもないみたいな、よく分かんないところですね。あと当時というか6月はちょうど水田でなんか作業をする時だったみたいで、田植えの時期、はい、で台風の時期っていうのはあの結構、まあ、権威主義的な国とかでよくあるんですけれども、あの国全体で国民の若い人を総動員して稲作とかやるんですよ。あの例えばウズベキスタンっていう国では、あの小麦とかそういうのを作るのに、まあ、毎年、まあ、あの特にカーリンベルで9月とか10月ぐらいになると全国からまあ若い人たちがみんな集められて、畑とかに集められてみんな作業するわけです。その時は別に会社行かなくても、学校もまあ行けないみたいな。っていうのがまあ強制されているみたいで、まあ、基本的にまあ避けることができないっていうのがあるみたいです。北朝鮮の場合はまあ稲作ですから、まあ、いいね。田植えが中心。でですね、こちらがですね、まあ、この看板なんですけど、面白いんですけど、これソウルって書いてあるんですよ。一応北朝鮮側の考え方としては、南朝鮮側が一応まあ占領されたというか、自分たちのところからも離れてしまったので、一応国内、ソウルは国内なんだけれども、国内なんだけども、今は行けないというのは分かった上で、こういったソウルって書いてある看板を70キロ先、かなり国境から近いんですね、ソウルっていうのは。そういったことをやっていただいたら、これはもうパンムンジョンというか、その境界線からもう5キロぐらいのすぐ近くのところでした。で、その軍人さんもさっきのですね、あの敬礼をしたりとかして。まあ、そんなんですけど、北朝鮮の場合です。北朝鮮の場合なんですけれども、あの軍人さんがですね、かなりですね、あの慕われているというか尊敬されているわけですね。まあ、それがなんでかっていうとですね、まあ、ちょっと2つ目のちょっと難しい話なんですけれども、北朝鮮の場合、先軍政治っていうのがあります。これは何かっていうと、軍隊っていうのは革命の守護者であり、まあ、革命の推進者、まあ、実際に革命をやっていくのは、まあ、軍隊。まあ、キム・イルソンもそうなんですけど、キム・イルソンもキム・ジョインも、もともとキム・イルソンにしても、まあ、日本抗日戦争、まあ、抗日戦争みたいなのを掲げてですね、まあ、その時のリーダーをやっていたっていうふうにまあ伝えられていることからも、一応まあ軍人だったんですね。で、まあ、軍隊はイデオロギーや社会全般の指導組織を兼ねる、まあ、これはあのまあ北朝鮮を知るための51章っていう本があるんですけれども、まあ、ぜひ読んでいただきたいと思うんですけど、あのそこに書いてあると思う、そこに書いてあることによると、軍隊っていうのは、まあ、普通の軍隊っていう組織以外にも、もう社会全体を動かす組織として一応、まあ、見なされているわけですね。
まあ、事実、キム・ジョンイルというのは国防委員会委員長として権力を掌握しているとのことなので、あの日本とかで結構総書記とか呼ばれているんですけれども、まあ、総書記というのは労働党、朝鮮労働党のトップとしてなんですけれども、事実上この国防委員会委員長というのが一番偉いというふうに考えられているわけです。でその理由としてはやっぱりそのさっき言った通りに、まあ、軍隊というのが社会の中心となっていると。でそのためですね、まあ、軍事力というのは半端ないわけなんですけれども、不思議と北朝鮮では徴兵制度というのはないらしいです。なんか徴兵されてるのかなって思って、事実上に事実100万人っていうふうに言われてますから、兵力がすごいなと思ってたら、あの実際徴兵制度ではない、みんな志願兵らしい、みんな志願してですね10年間も兵役を耐えると、すごいことをやってるわけですね。で今のをちょっと簡単にまとめた図をちょっと紹介します。これ北朝鮮の政治状況なんですけども、これ領袖って書いてありますね。まあ言い換えるとリーダーです。リーダーつまりキム・ジョンイル、キム・イルソンっていうのの周りに軍隊というのがいます。そしてその周りに党がいます。それをさらに囲って人民がいます。なんかもっと渦巻き状にしたのが、まあ、チュチェ思想だったりとか先軍政治だからっていうふうに、まあ、僕はガイドからなったので、まあ、渦巻き状ではないんですけど、まあ、これと何ら変わりないかなっていう形で、とにかく中心に行けば行くほど権力が強くなる、権力側になる、まあ、権力側になると、で、まあ、責任も重くなるっていう感じとなっております。いやでもなんか立ってる位置は同じっていうのがその北朝鮮関係で、階層じゃなくて、うん、その一つのラインになんかこう同心円みたいな感じで並んでる、うん、で真ん中に行けば行くほど役割が大きい。だから絶対ツイスカ君が言ったように、絶対に三角のヒエラルキーではならないというところがこだわり、そこはこだわりですそこはあくまで平等を追求するっていうのが本人たちの一応考えらしいですね。で、まあ、また戻るんですけれども、これ朝鮮戦争停戦協定、まあ、これは実際パンムジョムについてからなんですけれども、ここでですね、まあ、戦争を終わりにしましょうとか一回止めましょうっていうふうに、まあ、交渉がなされた、まあ、協定が結局結ばれたんですけれども、まあ、こんな部屋で、これ当時のままかな、全然変わってないみたいですね、まあ、これはでもなんか本当見たで、でも実際停戦協定ごっことかこんな遊びに行って、まあ、解決とかいうことで、まあ、こんな風になればいいかなっていう思いを半分、悪ふざけ半分でまあこの写真を撮ってまいりました。で、まあ、このプレハブなんですけれども、5日だっけ作ったの、なんか元々なんかそのアメリカ軍と停戦するっていう時になった時に、アメリカ軍としては北朝鮮と停戦するっていうのが、まあ、嫌というか恥だったわけです。だからちっちゃい船の上とかキャンプとかでやろうとしたんですけど、キム・イルソンさんがこれは朝鮮民族の偉大なる勝利と、でこの記念の、まあ、記念となるようなその停戦協定の場所をそのちっちゃい船とかちっちゃいキャンプでやるわけにはいかないって言って、5日間であのスピードで作らせたのがこの建物。そう だから汚いんですね、あなんか簡素ですねって動かして言っちゃったら結構やられて、そのことありませんよ。そのことないですよ。そのことないですよ。めっちゃ綺麗ですよとか言われて、あ、そうですか。っていう感じらしいんですけど、まあ、かなり思い入れがある建物となっております。ですね、これ会議場です。これちょっと離れたところにあるんですけれども、これがあの反対側、こちらも韓国です。韓国側です。でこちらにも韓国の国旗がもう傾いてるって感じで、まあ、ちょうどここをですね、ここを中央、ちょうどこの線見えますかね。この線、ここをで、まあ、一応境界線ということでですね、まあ、こんな写真も撮れることができると、ちょうどこっち側が北朝鮮側、こっちが韓国側ということでですね、まあこんなことができる。マイクのところが国境線なんですか。ちょうどここで国境線で、まあ、こういった写真も撮れるっていうふうな感じになっております。これ韓国側から言ってもこれは確か撮れるんですけども、あのさっきすいません、このプレハブなんですけども、この青のプレハブが北朝鮮のプレハブで、白のプレハブが韓国側のプレハブということなので、韓国側から行く人は絶対白のプレハブに入ると思います。で、僕たちは北朝鮮側から入ったので、まあ、青のプレハブに入って、まあ、交渉というか、その、ちょうどラインを見てきたという感じです。で、まあ、軍人さんとということでですね、まあ、この人もすごいいい人でですね、いい人っていうか、まあ、いろんな質問とかにも、まあ、普通に答えてくれたりだとか、まあ、観光客慣れしてるなっていう感じの軍人さんでした。まあ、ちなみにですね、あのちょっと普通の軍人さん取るのはちょっと現金なので、こういった一応観光地化されているところですね、ところの軍人しか一応写真は撮ることができないとなっております。
ですね、まあ、帰ってきて、まあ、平壌駅、駅でございます。まあ、ここにも肖像は、まあ、飾っております。あの中国の北部とかあっちの方に行く電車が主にここから走っていまして、まあ、電車から電車でも北朝鮮に入国することができるので、まあ、その場合はここの駅に着くと。でホテル、僕たちが泊まったホテルっていうのはもうすぐここからすぐ近くのところなので、まあ、随分立地はもう本当に街の中心でところでしたね。で、まあ、晩ご飯来ましたね。晩ご飯を食べたんですけれどもね、まあ、このお肉がですね、なかなかのくせ者でですね、何の肉か分かりますかね。分かる人はちょっと手を挙げていただきたいんですけど、はい、井上君、犬。はい、正解でございます。あの犬の肉をですね食べるんですよね。それがいいか悪いかです。そして、まあ、客観的で判断してですね、まあ、ちょっと思ったんですけども、あのなんかまあ普通に食べれるっちゃ食べれますね。僕のこれは個人的な判断なんですけど、その食べれるっちゃ食べれるんですけど、あっちで甘い肉って呼ばれてるんですよ。これ甘肉って書いて、それがまあ犬の肉を示してるんですけど、実際に犬の肉専用の、まあ、犬の牧場があってですね、そこですくすくと育った犬がですね、まあ、こういったところで料理に出されるといったことがあるわけですね。まあ、ちょっと怖いんですけれども、で本当この日は犬尽くしで、これが犬の何だっけ、野菜だとかで、これが犬鍋っていうところで、まあ、本当に犬尽くしの夕食を食べたんですけど、ちょっと気持ち悪くなっちゃって。気持ち悪くなっちゃって。ちょっと、まあ、味、とにかく油がね、ちょっと特殊なんですよね。油切ってるみたいな。で、実際これ、アヒルの焼肉を食べに行って、食べた後になんか話の流れで、犬の肉食べるんですかって言ったら、食べますって言われたから、じゃあ食べさせてくださいって言って、もう夕ご飯食べてるのに、さらに犬の肉を詰め込むんですよ。で、ものすごいことになってですね、しかもさらにですね、その後、ピョンヤンの遊園地行ってですね、遊園地あるんですよ、ね、これからアトラクションまで乗ったわけですよ。アトラクションとしては5、6個しかない。すげえ人が並んで、なんでですね、まあ、こういったものすごい、これはあと違うんですね、クオリティ的には全然いいかみたいな。クオリティはすごい良かったんですよ。なんとこの遊園地ですね、閉まる時間が夜中で1時ということですね。子供たちも未だにこれは多分11時ぐらいなんですけど、夜中のそれぐらいまで子供たちが出歩いてて遊園地にいると、そういうちょっとヤバい状況、ディズニーランドの10時までやってね、プラス3時なんですよ。これはもうすごい楽しみますね。逆にだから社会主義のその圧政のもとだから治安がいいっていう、とにかく治安の良さっていうのは押してきましたね。っていうのはまあこれがまあ実際遊園地ですね、楽しく遊んだわけです。でこの日では一応2日目が終了して、まあ一応2泊3日の予定だったので、まあ、2泊3日で23万円だったんですけど、まあ、楽しくですね、まあ、一応終えることができました。でですね、まあ、ここからはちょっとまあ視点を変えていきましょう。あのさらに楽しむためにということでですね、まあ、ここからは自分のメッセージ性も含まれるんですけど、まあ課題